演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのプリプリエビの和風パスタサラダを食べたいと思います。和風サラダっていうことはやっぱり今までのサラダとどうか違うのかな。下の野菜とかは特に変わったところはないので、和風要素は海苔とドレッシングのようですね。それでは、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。はい、準備できました。すでにニンニクの香りがドレッシングからかなりきてますね。ではいただきます。和風っていう割には和の要素は海苔だけでちょっと和風とは違う気がしましたね。パスタが入っているせいか野菜もちょっと少なめで物足りなさはありました。確かにエビはプリプリしていたのですが、もうちょっと野菜が欲しかったかな。そして和の要素も入れて欲しかったかなと思う部分がありますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。